鳥取県と島根県を舞台に開催されます。キャンペーンの初日となる本日、オープニング企画として日本旅行が主催する旅行で特急ゆきもの団体コース列車がお客様を乗せ初夏の山陰へご案内いたします。ただいまより特急ゆきもの出発に合わせた山陰デスティネーションキャンペーンオープニングテーマの出発式を取り行いたいと思います。私本日の司会進行役を務めさせていただきます門木秀太と申します。どうぞよろしくお願いいたします。島根県代表、木村美咲さんにお願いします。
鳥取県観光交流局長門脇誠二